続いての登場はですね、鍋倉獅子踊りの皆様です。春日流鍋倉獅子踊りは明治36年に湯本獅子踊りより伝授され、産霞長神春日神社のお前立ちとして古くから伝承されています。それではですね、今日の演者のお一人をお招きしまして、お話を聞いてみたいと思います。どうぞ私の横まで進んでください。はい、登場してくれました。それではありがとうございます。まずはね、学校名と学年、そして名前を教えてください。岩手県立黒沢尻工業高校から3年電子科藤井空です。はい、空くんって言うんですけれども、大空と書いて空ですよね。はい、今日はですね、なんとこの、藤井空さん、ここに来ていただいたのはですね、理由がありまして、なんと彼だけじゃなくて、兄弟3人とお父様が今日の、演舞を見せてくれる方の中に含まれているということで、一家4人で登場ということでよろしいですか。はい素晴らしいですね。家族が4人もそのね、この中にいるっていうのはどんな気分ですか。いや、緊張しますけど、はい、踊ってるのは一緒なんで、はい、あんまり緊張はないです、ね、そしてですね、ソラさんは、この郷土芸能以外にも部活動を熱心に取り組んでいまして、何部でしょうか。ラグビー部です。すごい黒子のラグビー部ですよ。そのラグビーとこの郷土芸能をね、両立させているっていうことなんですけれども、まあ日々の中でこう練習とかで大変な点とかありますか。どんな点が大変ですか。いや、まず冬の練習がまず外でやるので、まあ、寒くて濡れたり、あとは部室にスパイクとか置いとくと凍っちゃうので、はい、それが大変ですね。ラグビーと郷土芸能、獅子踊りの共通点ってありますか。ラグビーも獅子踊りも多分チームワークが必要だと私は思います。あ、どっちもチームワークが必要ということですね。それではそのチームワークを見せていただきたいと思います。それではスタンバイよろしくお願いします。はい、今日はね、家族4人がこの演舞の中に含まれているということで、そこら辺も楽しみにご覧いただきたいと思うんですが、最初の演目2番庭踊りはですね、村人たちの五穀豊穣を願った踊りです。村に稲穂が実って、村人たちにお金が入り、毎日働かないで銭の手遊びをしている若者を見て、鹿たちが銭を独り占めしないようにとの思いを表した踊りだそうです。そして続くかかし踊りは、鹿の群れが田んぼのかかしを見つけて仲立ちが偵察に来ます。静かに近づいてみると狩人ではないと分かり、安心できることを次々と仲間に伝えて戯れる様子を表しています。それではご覧いただきましょう。鍋倉獅子踊りの皆様、よろしくお願いいたします。
Thank you.